はい、どうも、喫煙動画、ゆきです。今日は新しく発売されました、こちら。ナチュラルアメリカンスピリットの、アガットです。タールが10ミリ、ニコチンが 1.5 ミリです。ここに書いてあります。100% 無添加。タバコ葉を約 25% 多く使用。で、この裏には、スピリット以外何も加えない。かつてのネイティブアメリカンのように、タバコ葉の自然な味わいを楽しんでほしい。ナチュラルアメリカンスピリット製品の原点はそこにあります。厳選を重ねた上、上質のタバコ葉を、熟練の技でブレンドし、香料や、合成保存料は一切加えない。混じり気のないタバコ本来の味を追求する。それが私たちの、変わらぬスピリットです。となってますね。じゃん。それでは吸っていきましょう。これはちょっと楽しみですね。これ確か、熟成さす、立つだけな。あ、なんか入った。ここに書いてあります。100% 無添加かける、遅摘み葉。100% 無添加はそのままに、収穫時期を、ずらした、遅摘み葉を新たにブレンド。確かな香り立ちと、ほのかに甘いうまさへ、アメスピの新しいスタイルをお楽しみください。となってますね。まあ、俺このアメスピの、これ会員なんで、ここにキャンペーンとか、これ前応募して、なんか当たった気がするけど、ろくなもん当たんねえんだよな。なんかね、前ね、来たのがね、なんだったっけな、とにかく全く使えねえっていう話。そんなん送ってくんだったら、そんなん送ってくんだったら、サンプルでも一本でもいいから送ってこいって話なんですよ。そんなんいらねえんだよって。クソみたいな、ほんとに。ジッポライターとかだったら、まあ、当然、嬉しいわけじゃん。何送られてきたっけな？カレンダーみたいなのとか、なんか、再生紙を使用した、なんか、うんたらかんたらのクソみたいなやつ。あんないらねえんだよ、お前。誰が使うんだ、あんなもん。あ、ほら。ということで、吸っていきましょう。これはちょっと楽しみなんですけど。これなんか壊れてきた。これは、これ、どこやったっけな。ヤフオクで買ったんですけど、なんかすげえブレがあるな、これ。かなり昔のやつから、だから。これ、チャコールフィルターなんだ。あれ、アメスピってチャコールフィルターだったっけ？チャコールフィルターじゃないよね。アメスピって。あれ？これ10本入りもあるみたいですね。値段が260円。まあ、半額ですね。ちなみにこちらの20本入りが520円です。
これ何が違うんだ、これ。甘いって書いてあるんですけど、まあそう言われると甘いような気はするんだけどな。これ多分、吸い比べしないと多分わかんねえな、これ。おそらく。あの、アメスピのターコイズはまあ12ミリなんで、これターコイズじゃなくて、ターコイズじゃなくて、あの、10ミリのやつあったっけ？そう、ターコイズ。あ、10ミリのやつないっすね。あれ？アメスピのオーガニックが14ミリ。で、レギュラーが12ミリ。で、ターコイズが12ミリ。え？ターコイズとレギュラーってなんか違うのか？ああ、ニコチン値が若干違うのか。水色の方が、タールが12ミリと一緒なんですけど、ニコチンが 1.5 ミリ。で、ターコイズの方は、色が、あの、ターコイズ色、まあ、濃い青色で、1.4 ミリと 0.1 ミリ。少ないですね。これだったら、あんまりわからんな、これな。これだったらペリック買った方が、個人的には好きですけどね。そっか、もうすでにこれ、ウィキペディアに載ってないんだけど、水色の、ノーマル？オリジナル？が、もうないんですよ、これ。確か。レギュラーね。レギュラー確かないよね。ウィキペディアにはあるように書かれてるけど、ないですね。変わったはずじゃん。2009年の7月にレギュラーもボックスとなって、ニコチン値も 1.7 から 1.5 に変更されている。後に限定品としてソフトパックも復活しているってなってます。ほー。ソフトパック、もうあるんだ、あったんだね。うん。あ、これ。ああ、2015年に5月よりレギュラーから順次切り替えで、うん、になった。12ミリのやつはあるんですけど、10ミリのやつは存在しなくて、一番近いとしたら9ミリ。あ、違うな。
キューミーのペリックが一番近い。で、ペリックじゃないやつで行くと、アメスピのライト、黄色のやつで8ミリ。となってますが、これチャコールだったっけな。ターコイズってチャコールだったっけ？フィルター。これフィルターチャコールなんですよね。チャコールじゃないと思うんだけどな。あ、ごめん、チャコールでした。あ、チャコールでしたね。はい。一応、ここにはですね、昔書いてあったんですよね、ここね。この側面の方に、あの、タバコの、一本のその絵柄が書いてあって、で、天然素材チャコール粒子って書いてあって、あとこの 25% 多く含まれてるっていうのが書いてあるんですけど、ここには、こっちにはもう書いてないですね。うん。うん。25% 多く使用っていうのと 100% 無添加っていうのが書いてあるんですけど、チャコールフィルターっていうのは一切書いてません。JT のサイトに、見ないと分かんないですね。書いてないです。チャコールが、とあるブログの人に、分解した画像が載ってますが、フィルターのだいたい3分の1の部分が、チャコールとなっているということです。じゃあ僕もちょっと分解してみましょう。分解してみましょう。これチャコールです。で、これを分解すると、カッター。カッター買ったら高かった。ああ、やっぱそうですね。このような感じで3分の1の部分がチャコールっていう感じになってますね。Thank you.
じゃあ、ショットガンで吸いますね。吸いましょう。ダイレクトに。両切り形式で。吸ったら意外と、何か違いがあるかもしれない。セミだな。セミか？セミの鳴き声がする。お、とうとう来たか。え、なんで？あれ、つかなくなった。セミですね。今年で初めてセミの声聞いたな。セミだ。セミなのか。いや、オケラか。オケラ君かセミか、もしくは、あれか。キリギリスとかの、キリギリスのなんだっけ。そこら辺のあれか。からん。そもそもアメスピ自体を俺そもそもほぼ吸わないんですよ。つまんないんで味が。ペリック以外はつまんないんで味。吸わないんですよ。全然わからねえや。多分これ普通のやつと大して変わんねえんじゃねえか、これ。誰か吸い比べてみて。520円出して誰か吸い比べてよ。俺知らんわ。わからんわ。これ吸い比べないと多分わかんないっすね。いや、そもそも吸い比べたとしても多分わかんない。なんでかっていうと、タール値がそもそも違うからね。ターコイズ買ったとして12なんで、まあこれ両切りにしてるから、まあ多分12とか、まあ行ってるかもしれないけど、特別その、何か違うような、ペリックのような、まあ圧倒的な違いっていうのは多分、少なくとも感じられない。これはまあ、アメスピのガチ勢じゃないと、ガチ勢に聞くしかないな。リスナーさんの、ガチ勢にいたら、それ、違いちょっと、教えてください。少なくとも俺にはちょっとわかんない。
で、買うとしても、俺ターコイズ買うとしてもですね、手巻きの方、か、もしくは、まあでも手巻きでも買わねえか。買うとしても手巻きあたりのアメスピって。ペリックも手巻きで売ってるんで、手巻き、もうシャグしか基本買わないんで、これちょっとわかんないですね。申し訳ないんですが、俺の味覚が、ゴミカスだと思いますんで、はい。多分それでもあれですね。味覚と嗅覚が多分ゴミレベルなんで。まあ甘いって言われるとそれは確かに甘いのかもしれないけど、そもそもアメスピっつうのはそういうもんなんじゃないのか。そういうもんだとは思うんですよ。まあ、ペリック、これだったら俺ペリック買った方が圧倒的に圧倒的にコスパつうか。まあ、これはもう買わないと思いますね。買うとしたらペリックかもしくは、メンソール。メンソールタイプの、普通のやつ。アメスピの。メンソール。の一番強いやつ。9ミリのやつか。オーガニックミントの方。違う、12ミリですね。12ミリのオーガニックミント。ケラだな、これ。この鳴き声、ケラだな。多分。オケラだな。セミじゃねえな。オケラさんですね。まあ長く吸えるというのは、まあ間違いないけど。まあ 25% 多く含まれてる上に、燃焼促進剤が入ってないんで、ほっとくと消えるんですよね。
買わねえな。これは買わないな。ちょっと期待してた、期待してたんですけど、正直。わかんねえな。これはわからんな。ごめんなさい。僕にはわかりません。ここまで長々とね、話しておりますけれども、もう30分近く。わからんな、これ。まあ、買うか買わないかって言ったら、買わない。絶対に買わないですけど。それだけはわかります。これはまあ、そうだな。まあ、二つ星。うん。ご視聴ありがとうございました。